本日も始まりました、ひなゆーチャンネルです。今回は京都水族館に遊びに来ました。行ってみましょう。まずはオオサンショウウオです。オオサンショウウオのミルフィーユができていました。アザラシが気持ちよさそうに寝ています。この姿、癒されますね。次は、巨大水槽です。この水槽では、エイが迫力満点に泳いでいます。次はペンギンコーナーです。子供たちの身長はどのペンギンと一緒かな？お姉ちゃんは王様ペンギンと一緒です。妹ちゃんはどのペンギンと同じかな？シュレーターペンギンより高いですが、移動したくないみたいです。お姉ちゃんはペンギンに興味津々です。妹ちゃんは歩き疲れて興味なしです。赤ちゃんペンギンを発見しました。ペンギンたちの紹介コーナーです。たくさんいますね。クラゲコーナーです。暗いところが苦手だったお姉ちゃん、だいぶん克服したみたいです。成長しました。妹ちゃんは相変わらず大丈夫です。皆さんはどのクラゲになりましたか？私は白クラゲタイプです。次は熱帯魚コーナーです。隠れクマノミは人気ですね。子供たちもファイティングニモを見てから大好きです。ドリーもいました。本日のメインです。残念ながらイルカショーは休園中でした。休園はイルカの赤ちゃんが生まれたためです。姉妹仲良くイルカの赤ちゃんが泳いでいるところを見ています。イルカショーは休園中でも練習を見ることができました。最後は仲良く手をつないで帰ります。ご視聴ありがとうございました。